デレステコラボ大事。デレステコラボの、うわーわー、ビバンサ、ミドグラライブで告知が出ましたけれども、知ってますか？星町彗星、夢叶えました。そう、アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージさんとコラボさせていただくことが決まりました。わーすごーい。早く言いたくてマジでめちゃくちゃソワソワしてたんですけど、ようやっとみんなと一緒に喜べるということで、デレステで星町彗星をプロデュースって書いてあるんですよね。じゃん。デレステさんにですね、出演すると、歌うだけではなく踊るとプロデュースができると。こりゃすごいですよ。踊っちゃうの、これね、踊っちゃうってことですね。マジですごい。最初この話が来た時マジでびっくりして、だいたいそのお話が来るとしてもコラボ配信みたいな、配信に呼ばれると、配信してほしいみたいな話が主な中、このデレステに実装しますよっていうお話が来て、いいの？いいんですかそんな？ってなりながら、その時私の返事の仕方が、いいんですか、わあ絶対やります感じのめっちゃやりますっていう感じの返事をねしました。泣いてもうて、いやそりゃ嬉しいですよ。あのアイドルマスターになりたくてですね、どうやったらなれるんだというふうに思っていながら始めたこの VTuber でしたんで、巡り巡ってちょっとこういう形でアイドルマスターさんと関われてね、めちゃめちゃ嬉しいなと思っています。初見です、自己紹介お願いします。彗星のごとく現れたスターの原石アイドル VTuber の星は彗星です。いや願いはね、言葉に出しとくもんだなっていうのは本当にめちゃくちゃ思いますね。3月11日15時以降キャンペーン期間中にデレステにログインすると、私が加入しましてプロデュースできるようになりますと、このたくさんの楽曲のライブパフォーマンスを楽しむことができます。私が踊りますので、あなたの携帯で。そしてこれも嬉しいんだけど、木村夏吉が歌うソアレを3月11日15時より配信予定ということで、夏吉が私のソアレを歌ってくれるんだそうです。こんな嬉しいことがあっていいのか。夏吉っつったらね、もう歌がクソうまいんですよ。この人めちゃくちゃいいものになってるんじゃないかなって、すごく楽しみに、私自身も楽しみにしております。でカバー楽曲はさらに追加予定ということで、他にもね、私の曲をシンデレラガールズのアイドルの方たちがカバーしてくれるらしいので、続報をお楽しみに。私も楽しみ。わあ、いやいいのかこんな歌っていただいて。そしてですね、コラボルームアイテムも販売されます。スイちゃん由来のルームアイテムがねたくさん出ますので、彗星列車とかもありますし、なんかあとね他にもいろいろあるんですよ。コラボアニプチ配布とか、 SS レア星町彗星を含むコラボガシャを開催予定だったりとか、コラボガシャで使用できるガシャチケットがですね、手に入るログインボーナスが3月11日から開始しますんで、3月11日はもう必ず星読みの皆さんはログインしていただければと思います。 SS レアの星町彗星が、わあわあすごいよこんなの。ぶっちゃけシンデレラガールズになったわけではなくてですね、まあ留学と言いますか。
かまあちょっとシンデレラガールズさんの事務所に一時期お邪魔させていただいて、ちょっと留学をさせていただいて、でまたホロライブに戻るということでございます。なんとなくわかりますかこれ。まあインターン、そうインターン的なねお勉強をしに行くということでございますね。お世話になりますプロデューサーさん。そして星町彗星によるデレステコラボ配信も決定しております。3月11日19時予定です。もうこの日までにはこのケフンケフンとえへんえへん虫と喉をですねしっかりと喉鼻を万全な状態にしておかないといけないなと思っております。もうこのコラボ配信するときにもう私むせび泣いてんじゃねえかな。本当にいる、私がいるつってむせび泣いてんじゃないかななんて。もうこんなコラボ二度とないでしょう。見てこれかわいい、これさ最高すぎだろ。なんか好きな曲を踊ってる私。すごい嬉しかったです。この画像を見ただけで。もうシュガハもいるし、アーニャいるし、島村うずきさんいるし、こんなね、憧れの大好きなね、アイドルさんたちと一緒に踊ることができるということで、ぜひとも踊らせてください。告知なかったらコラ画像だと思う。私もそう思います。コラボガシャも後日始まるということで、まあ、良ければ、カキンカキン良ければカキンカキンしていただいて。いやもうだって昔アプリ消すんじゃなかったよ。本当だよ。消すな消すな、やり直せ今から。余裕があったら、あもちろんでございます。余裕がある方だけぜひともカキンカキンしていただいてね。なぜかと言いますと、星町彗星がデレステさんお役に立ちますというところですね。デレステさんのために私お役に立ちますっつって、いただいたギャラ全部私課金しますって、全部課金するんでって。ホロフェスとかで出費が確かにかぶってるからね。ぜひね余裕のある方だけでいいので、スイちゃんで MV いろいろ踊らせていいの？はい踊ります。大体何でも踊ります。もします。